母親の実家である山形県で生まれ、幼少期は愛知県江南市で過ごし、小学6年の春に島根県出雲市へ転居しました。高校は同県浜田市の浜田高校に進学し、甲子園出場を果たすとベスト8にまで進出しています。高校卒業後は早稲田大学に進学し、同級生のトレーナーと試行錯誤を重ねてフォームにさらに磨きをかけました。それにより高校時代には130キロにも満たなかった球速が2ヶ月で140キロを超えることができるようになりました。2002年の大学4年時に江川卓の持っていた東京六大学野球連盟記録の443奪三振記録を更新し、通算476奪三振まで記録を伸ばしました。早稲田のドクター K と呼ばれ、プロ注目の投手として各球団が争奪戦を展開し、ドラフト会議では自由獲得枠、当時の福岡ダイエーホークスに入団しました。1年目から先発ローテーションとして大活躍を果たし、シーズン通算では26試合登板の14勝5敗で新人王を満票で獲得しました。日本シリーズでは阪神タイガース戦で3勝3敗で迎えた第7戦を完投勝利で収め、日本一の胴上げ投手となりました。その後もオリンピックや WBC の日本代表入りを果たし、さらには新人から5年連続の2桁勝利も達成しました。その後2010年には自己最多の15勝を挙げ、初めての最多勝を獲得し、7年ぶりのチーム優勝に貢献しました。翌年は通算100勝、シーズンでは16勝を